ねえマリサ、配達料をやっている友達から、軽商用車を新車で買うなら何がおすすめなの？って相談されたんだけど、ざっくりとしか答えられなくて少し落ち込んでいるんだ。そうか。確かに軽商用車にはいくつか車種があるし、どれも似たような感じだから答えに困るよな。ちなみに霊夢はなんて答えたんだ？鈴木、エブリーかダイハツ、ハイゼットカーゴが軽商用車で2強だから、どちらか気に入った方でいいんじゃないって答えたよ。見事な回答じゃないか。でも霊夢が言うように両車とも同じような性能を持っているから、あまり車に詳しくない人からすれば、どっちを買えばいいのか迷ってしまうよな。そうそう。だからマリサに詳しいことを聞いて、その友達に両車の違いを具体的に教えてあげたいと思ったんだけど、手伝ってくれるかな？もちろんだ。きっと視聴者さんの中にも、エブリーとハイゼットカーゴのどちらがいいのか迷っている人がいるかもしれないから、この際、徹底的に比較して両車の特徴やおすすめ具合を解説していくぜ。ありがとう、助かるわ。それじゃあ忖度なしで、エブリーとハイゼットカーゴのガチ比較をよろしくお願いします。任せておけ。でもガチ比較に入る前に、両車の歴史や歴代モデルを簡単におさらいするぜ。そうね。現行型だけじゃなく、歴代モデルを知ることで、現行型の凄さがわかるだろうからね。まずはスズキ、エブリーからだ。エブリーは軽トラックのキャリーをベースにした、キャリー版が1964年に販売されたところから始まるんだ。最初からエブリーというモデルがあったわけではないのね。ああ、エブリーが登場したのは1982年で、キャリー版のサブブランド上級グレードという設定だったんだ。そして1993年の3代目改良時にキャリー版がエブリーに統合され、正式モデルとしてデビューしたんだぜ。エブリーがサブブランドにとどまらなかったということは、多くのユーザーに支持されていた証拠ね。うむ。そして1999年に軽自動車規格変更に対応した4代目エブリーが登場したんだ。この時の特徴には何があるの？ターボ仕様車が登場したことが大きなトピックだ。また1999年のマイナーチェンジでターボエンジンの最高出力が 64PS になったり、一部グレードに運転席、助手席 SRS エアバッグや ABS が標準装備されたんだぜ。少しずつ走行性能や安全装備を充実させていったのね。2005年になると5代目のフルモデルチェンジが行われ、5マニュアル車を含めた全車にインパネシフトが採用され、全席の左右ウォークスルーが可能になったんだ。その後2010年5月には NA3 オートマ車のギア比の見直しやエンジン改良が行われ、燃費がリッター 0.2km 向上したんだぜ。軽の商用版ということもあり、マイナーチェンジのスピードも乗用車と比べてゆっくりなのね。ああ、でもエブリーは確実に軽商用車としての地位を積み上げていったと思うぜ。その証拠に2014年2月から三菱自動車工業へ7代目ミニキャブ版及び2代目タウンボックスとして OEM 供給が開始されたからな。そうよね。実績がなかったら OEM 供給できないもんね。その後、2015年2月に約9年半ぶりとなるフルモデルチェンジが行われ、現行型が登場したんだ。基本的には先代のキープコンセプトだけど荷室が拡大され、商用車としてより使いやすく進化したんだぜ。エブリーの歴史の次はハイゼットカーゴの歴史ね。おう。実はハイゼットカーゴも、当初はボンネットタイプのライト版と軽トラックが始まりでハイゼットと呼ばれていたんだ。ちなみに1960年のことだ。そして9代目の時にバンからカーゴへと変更され、1999年にハイゼットカーゴが登場したんだぜ。エブリーより前に登場したってことは、軽商用車で一番古い歴史があるってこと？そうなんだ。ちなみに車名の英語表記は、HIJET、だけど、ハイゼットじゃなくてハイゼットと呼ぶから注意してくれ。わかりました。それじゃあカーゴになった9代目から現行型までの歴史を簡単に教えてよ。9代目は、衝突安全ボディの採用や全面衝突安全基準をクリアした状態で1999年1月に登場したんだ。そして2001年にはフロアとフロント周りの形状を変更して乗降性を向上させたり、2002年にはエンジンの出力をアップさせ、走行性能と環境性能の向上を実現したんだ。ハイゼットカーゴもゆっくりだけど着実に進化していったのね。10代目はいつ登場したの？2004年12月だ。この台から箱型が強調されたスタイルになったり、インテリアが一新されて使いやすさが向上したんだ。さらにホイールベースが長くなったことにより安定性が増したり、衝突安全ボディの DAF を採用することで剛性も高くなったんだぜ。この様子だとハイゼットカーゴも着実にユーザーからの人気を獲得していったんでしょうね。ちなみにハイゼットカーゴは他社へ OEM 供給されなかったの？2012年4月にスバルへ7代目サンバー版として OEM 供給されたぜ。エブリーよりも早く OEM 供給されたのね。これが元祖軽商用車の実績ってやつかな。その後のマイナーチェンジでも、安全性能とかが強化されていったの。ああ、2017年と2018年に、衝突回避支援システムを搭載した新たなグレードが追加されたんだ。そして2021年12月27年ぶりとなるフルモデルチェンジが行われ、現行型である11代目が登場したんだ。ふむふむ、エブリーはフルモデルチェンジして現行型になってから8年くらい経過しているのに対し、ハイゼットカーゴは2年も経っていないのね。この年代差が比較する際のポイントになりそうだわ。
両車の歴史を簡単に紹介したところで、いよいよガチ比較に入っていくぜ。まずはボディサイズなどを含めた外観からだ。写真を見る限り、両車のボディ形状はほぼ同じに見えるわ。実際のところボディサイズはどれくらい違うの？エブリーのボディサイズは全長 3395mm、全幅 1475mm、全高 1895mm で、ハイゼットカーゴと比較すると全長、全幅は同じで、全高のみエブリーが 5mm 高いんだ。ボディサイズはほぼ同じってことね。ボディサイズ以外で注目できるポイントはある？興味深いことに公式ホームページを見てみると、エブリーの外観でメーカーが推しているポイントは掲載されていないんだ。一方のハイゼットカーゴは特徴が掲載されていたから、ハイゼットカーゴだけ紹介するぜ。それは意外な事実ね。それじゃあハイゼットカーゴの外観の特徴を教えてよ。ああ、最初の特徴は、多くの荷物を効率的に積みたいというニーズに応え、車体構造のスクエア化に取り組んだことだ。具体的にはリア上端の拡大やフロントピラーの角度見直しなどだ。先代と比べて、より四角くなったのね。次の特徴は、傷がつきやすいバンパー下バブを別体化することで、バンパーが割れたり破損した場合でも、ロアバンパーだけを交換できるから、修理費用の負担軽減に配慮しているんだ。ユーザーファーストの考え方ね。これは地味に嬉しい配慮だわ。この他にも、視認性の高い LED テール&ストップランプを採用したり、バックドアは企業名などのオリジナルネームを入れやすいように、幅広のフラット面を持つ形状にしているんだぜ。そんなところまで工夫されているのね。次は最も重要とも言える荷室サイズや収納力を教えてね。ああ、それじゃあ荷室サイズから比較するぜ。エブリーの荷室サイズは2名乗車時で、荷室長 1910mm、荷室床面長 1955mm、荷室幅 1320mm、荷室高 1240mm、助手席前倒し時の床面長 2640mm となっているんだ。かなり細かい数値ね。でも徹底比較するにはこれくらいの情報がないとダメね。一方のハイゼットカーゴはエブリーより荷室が 5mm 長く、荷室床面は 10mm 長く、荷室幅は 50mm 狭く、荷室は 10mm 高く、助手席前倒し時の床面は 10mm 長くなっているぜ。両者ともほぼ同じサイズだけど、エブリーの荷室はハイゼットカーゴと比べて若干短く、幅が広いってことね。もう一つ忘れてはいけないのが、ドアを開けた時のサイズだ。ボディサイズや荷室サイズがほぼ一緒だから、これも大差はないと思うわ。エブリーのスライドドア開口高は 1255mm、スライドドア開口幅 775mm、バックドア開口高 1165mm、バックドア開口幅 1340mm、荷室フロア地上高 650mm となっているぜ。一方のハイゼットカーゴは、エブリーよりスライドドア開口高が 45mm 低く、スライドドア開口幅は 10mm 広く、バックドア開口高は同じ、バックドア開口幅は 5mm 広く、荷室フロア地上高は 20mm 低くなっているぜ。横からの荷物積み込みならエブリーが有利、後ろからならハイゼットカーゴが有利って感じね。でも予想通り大差はなかったわね。この調子で内装の特徴もお願いね。ああ、エブリーの内装で注目したいのは二つだ。一つ目は前席の利便性が高いこと、二つ目は収納場所の多さだ。どちらも大切なポイントね。もう少し詳しく教えてよ。まず前席の利便性についてだけど、インパネシフトを採用しているから、足元が広くウォークスルーが可能なんだ。また乗る人の体格に合わせて最適な運転姿勢が取りやすいように 230mm のシートスライドが採用されているんだ。前席の快適性は大切だよね。さらに地上高の低い上高ステップと握りやすい大型の上高グリップが装備されているから、ストレスなく安全に乗り降りできるように配慮されているんだぜ。収納面はどうなの？運転席周りには11もの収納スペースがあるんだ。例えば手帳などの収納に便利なインパネボックス、運転席上部には A4 ファイルや薄型のボックスティッシュが収納できるオーバーヘッドシェルフ、助手席側には伝票やバーコードリーダーを入れられるインパネトレイなどがあるんだ。便利な収納スペースが多いことに越したことはないから、収納面でも実用性抜群ね。さらに、広い荷室空間をさらに有効活用できるルーフネットラック、ジャケットやコートなどの衣類をハンガーに吊るしたまま運べるハンガー受け、荷物、荷室の傷つき防止に役立つソフト、高価タイプのラゲッジマットなど、便利な別売アクセサリーを取り付けられるように、12箇所のユーティリティナットが標準装備されているんだ。収納は文句なしね。ハイゼットカーゴはどんな感じなの？注目したいのは2つ。1つ目はスクエア化された荷室上部、2つ目は収納力だ。それじゃあこれも1つ目の特徴から教えてよ。おう。先代より車側面上部の傾きを垂直に近づけたことで大きなルーフサイド幅が生まれたことに加え、バックドアも垂直にすることで十分な荷室の長さを確保しているんだ。またフロントのピラーを立たせることで、フロント席にもゆとりのある頭上空間を実現したんだぜ。先代より広くなっているのがポイントね。二つ目はエブリーと同じく収納力が特徴なんだよね。ああ、まず先代では凹凸のあった荷室の側面や床面をフラット化することで、無駄なく効率的に荷物を詰めるようにしたんだ。
また簡単な操作でリアシートを足元スペースに収めて、フラットな荷室を拡大できる水平格納式リアシートを全車に採用していることも収納力アップに貢献しているんだ。この他にも収納力で紹介できることはあるの？運転席と助手席合わせて10の収納場所が用意されていて、基本的にはエブリーと同じだぜ。ディーラーオプションで買える、追加の収納キットもあるの？もちろんだ。荷室フックセットを買えばロープやベルトを使って荷物を固定できるんだ。またオーバーヘッドネットを買えば頭上に小物を収納できるし、クォーターウィンドウパイプをつければ荷崩れなどから窓を保護できるんだぜ。内装の特徴は両者同じような感じなのね。次の比較ポイントは何？走行性能だ。まずエブリーの概要から紹介すると、力強さと優れた燃費を両立する旧排気 VVT 可変バルブタイミング採用の 660cc エンジンで、スペックは 49PS6.1kgm だな。そして最大の特徴は NA モデルしか設定がないことだ。ターボモデルがないのね。荷物を運ぶことに特化することを考えての判断なのかな。そうかもな。ちなみに2022年4月のマイナーチェンジまではターボモデルも存在していたんだぜ。走行性能といえば、エンジンだけじゃなくトランスミッションも重要よね。ああ、トランスミッションは5マニュアル、5 AGS、4オートマの3種類の設定があるんだ。5 AGS ってあまり聞き慣れないけど、どんなトランスミッションなの？ AGS はスズキが開発したトランスミッションで、オートギアシフトの略なんだ。ざっくり言えばオートマとマニュアルの良さを組み合わせた5マニュアルベースのオートマだと思ってくれ。スムーズな走行が特徴ってことね。うむ。もう少し言うと、オートマ車や CVT 車と比較してたくさんの重い荷物を積んだ状態で坂道を登る力が強い特徴もあるんだ。さらに積載、道路状況に合わせて一速発進モードと通常モード二速発進の使い分けもできるんだぜ。5マニュアルがベースになってるってことは、マニュアルモードもついているの。そうなんだ。だから道路状況やドライバーの好みに合わせた運転ができるんだ。まあターボモデルがない代わりに、マニュアルモードで運転を楽しめると思えばいいと思うぜ。そうね。この他にも追加情報はある？機敏性という点でいくと、最小回転半径は 4.1 メートルだから、かなり小回りは効くと思うぜ。あと 4WD 車では走行中でもスイッチ一つで 2WD と 4WD の切り替えが可能になっていることも特徴だ。具体的な情報ありがとう。そしてもう一つ気になるのは燃費だけど、あまり期待しない方がいいのかな。いや、燃費は先代から最大で 20% 以上改善されているんだぜ。参考までに WLTC モードで5マニュアル車がリッター 17.2km、5 AGS 車がリッター 16.4km、4オートマ車がリッター 14.6km となっているな。だいぶエブリーの真の姿が見えてきたわ。さて次はハイゼットカーゴの番ね。ハイゼットカーゴには NA とターボ両方のモデルがあって、NA の5マニュアルは 46PS6.1kgm、CVT は 53PS6.1kgm、ターボは CVT のみで 64PS9.3kgm というスペックだ。ターボモデルが欲しいならハイゼットカーゴ一択ってことね。ああ、そして先代は4速オートマだったトランスミッションを変更し、軽バンとして初めて CVT を採用しているのが特徴だ。どうして CVT に変更したの？これまで軽バンにトルコンオートマが採用されていたのは、耐久性を考えてのことだったけど、ある工夫を施すことでトルコンオートマと同等の耐久性を持たせることに成功したからだ。すごいじゃない。一体何をしたの？瞬間的な高負荷がかかった時にスチールベルトを守るため、負荷を一瞬逃がすクラッチを入れたんだ。つまりトランスミッションに高負荷がかからないようにすることで、耐久性を伸ばすことに成功したってことだ。この他の特徴はある？CVT 車には3モードが選択できる電子制御式 4WD が採用されていることだな。通常走行で使用する 2WD に加え、路面状況に応じて駆動力を制御する 4WD オート、農地や山の未舗装路で力を発揮する 4WD ロックに切り替えることができるんだぜ。心強いじゃない。これで燃費が良ければ最高なんだけどな。安心してくれ。先代モデルと比較して約 10% 燃費性能が向上しているからな。ちなみに WLTC モードで5マニュアルの 2WD、4WD がリッター 14.9km、CVT の 2WD、4WD がリッター 15.6km、ターボの 2WD、4WD がリッター 14.7km となっているぜ。走行性能についてまとめると、ターボモデルが欲しいならハイゼットカーを、燃費にこだわるならエブリーってことね。そうだな。走行性能の比較はこれくらいにしておいて、次は装備面の比較だ。最初はエブリーの安全装備から行くぜ。エブリーにはスズキの先進予防安全技術であるスズキセーフティサポート12の安全機能が搭載されているんだ。衝突被害軽減ブレーキとか車線逸脱警報機能とか、そういうやつだよね。ああ、さらに衝突時の衝撃を効率よく吸収するボディ構造、テクト、を採用しているんだけど、これはボディの広範囲に高張力鋼板を使用することで安全性を追求しているんだぜ。もう少し具体的に教えてよ。例えば衝突時の衝撃を吸収するクラッシャブル構造、衝撃を効果的に分散する骨格構造、高強度なキャビン構造などの採用で、万が一の時でも乗員をしっかり守ってくれるんだ。これ以外にも搭載されている安全装備はあるの？あるぜ。
例えば後方から低速で追突された際、シートバックとヘッドレストが体全体を包み込むように受け止め、頸部への衝撃を緩和してくれる頸部衝撃緩和フロントシートや、ESP 車両走行安定補助システム、後方の確認を補助するバックアイカメラなどが装備されているんだ。安全装備が充実していることは分かったわ。でも装備といえば快適性を向上させる快適装備も重要だよね。その辺も充実しているの。快適装備の一例として、ハザードランプアンサーバック付き電波式キーレスエントリー、USB 電源ソケット、7インチディスプレイオービオ、そしてリアヒーターが備わっているぜ。次はハイゼットカーゴね。まずは安全装備から教えてよ。ハイゼットカーゴにはダイハツの予防安全機能であるスマートアシストが搭載されているんだ。そしてスマートアシスト搭載車は、サポカー S ワイドという経済産業省などが普及を促進する基準に適合しているんだ。ちなみにエブリーより一つ多い、13種類の予防安全機能を備えているぜ。ハイゼットカーゴも安全装備はバッチリってことね。ちなみにボディは安全なの？もちろんだ。衝突安全ボディタフを採用しているし、国土交通省と自動車事故対策機構が行った安全性能評価テストで、最高5つ星のところ4つ星を獲得しているからな。心強いわね。この他に特徴的な装備はあるの？ああ、ディーラーオプションで安全装備をさらに追加できるんだ。例えば視界補助パックを購入すれば、荷物満載時や視界不良時でも後方のカメラ映像をミラーに表示して視界を確保する、スマートインナーミラーを装着できるんだ。商用車でも装着できるなんて珍しいんじゃない？そうなんだ。実は軽キャブオーバー版で初めての採用となるんだ。この他にも、バックカメラを装備すると、バック時に後方の映像をディスプレイオーディオまたはスマートインナーミラーに表示してくれるから、後方の視認性が向上するんだぜ。荷物がいっぱいの時は助かるわね。さらに夜の視認性向上のための LED パックも装備できるんだ。そのパックに入る ED ヘッドランプ、フォグランプ、ルームランプ、2室灯などが含まれているぜ。安全装備はオプション装備も含め、ハイゼットカーゴが有利なのね。そうすると快適装備でも一歩リードしているのかな。そうなんだ。例えば両側パワースライドドアが採用されたグレードを選べるんだ。しかも降車時に車室内のスイッチで予約しておけば、乗車時に電子力イットキーを持って車に近づくだけで、パワースライドドアが自動で解錠、オープンするっていう仕組みになっているんだ。両手が塞がっている時や重い荷物をたくさん持っている時でも、スムーズな乗り込みができるのは嬉しいポイントだわ。また手動でハンドアの位置まで閉めると、あとは自動で前閉してくれる Easy Closer をスライドドア両側に採用していたり、電子カードキーを携帯していれば、フロントドアハンドルのリクエストスイッチを押すだけでドアを施錠、解錠できるんだ。電子カードキー採用なんて最先端だわ。でも盗難や誤作動が怖いわね。その点もちゃんと考慮されているぜ。ID コードが登録された正規キー以外ではエンジンが始動しないイモビライザー機能付きだからな。この他、電動格納式ドアミラー、セキュリティアラーム、プッシュボタンスタートなどがセットになったディーラーオプションも用意されているんだ。このキットを装着すれば快適性が格段に上がるから、仕事の負担が軽減しそうね。そして快適性でエブリーとの差別化を図っているようにも感じるわ。それはあるかもな。そしてもう一つ安心という面で紹介しておきたいのが、サビ保証だ。え、サビまで保証してくれるの？ああ、ボディガイータの穴あきサビは5年、ボディガイータの表面サビは3年保証してくれるんだ。でもアッパーボディ表面積の約 75% に防成鋼板を採用しているし、強力な防成力を持つ塗料を使って価値音電着塗装を施した下塗りをしているから、よっぽどのことがない限りこの保証を使うことはないと思うぜ。サビ保証は海の近くや雪国に住んでいる人たちにとって嬉しいサービスね。ここまでデブリーとハイゼットカーゴの詳細について解説してきたけど、ぶっちゃけレイムはどっちが売れていると思う？歴史が長く何かと装備が充実しているハイゼットカーゴだと思うわ。良い予想だな。それじゃあここからは両社の販売台数やオーナーの評価などを簡単に紹介するぜ。エブリーの直近販売台数は、2022年で4万台、2023年1から8月で 4.1 万台、月別でいくと2023年8月が4206台、2023年7月が5031台となっているんだ。すでに去年の販売台数を超えているのね。やっぱりエブリーの人気は相当なものね。まあな。なんといってもエブリーシリーズの国内累計販売台数は、2018年の時点で300万台を突破しているからな。さらに1996年度から2017年度までの軽キャブ版クラスで、新車販売台数第1位を22年連続で獲得しているから、エブリーの人気はすごいものだぜ。ハイゼットカーゴはどれくらい売れているのかな？2022年が 5.9 万台、2023年1から8月までが 5.5 万台で、月別でいくと8月が6583台、7月が4067台となっているんだ。ちなみにこの台数はハイゼットの常用グレードであるアトレイの販売台数も含まれてるから、ハイゼットカーゴ単体の販売台数は少なくなるぜ。ということは、エブリーの方が売れているのね。数字だけ見るとな。でもハイゼットシリーズの累計生産台数は750万台を突破して、エブリーとは2倍以上の差がついているんだ。ハイゼットの圧勝じゃない。
でも直近の販売台数を比較するとほぼ互角ってことね。そうすると両社のオーナーはどんな基準で車を選んでいるのかな。その点に関して調べてみたけど、代々同じ車種を乗り継いでいる人が多いことが分かったぜ。一方でどちらにするか悩んだ人の声も集めた結果、エブリィを買う決め手になった声として、当時クラス最強の荷室サイズだったから、ハイゼットカーゴよりエンジンが静かで燃費がいいから、という声が多かったんだ。一方ハイゼットカーゴを買う決め手になった声として、ターボが欲しかったから、カスタムパーツが豊富だから、現行型のボディ設計がエブリィと比べて新しいから、という声が多かったな。両者をしっかり比較して、自分のニーズを満たしてくれる車を選んだ人が多いのね。ああ、ユーザーの声を紹介したところで、両者の中古車情報にも触れておくぜ。どちらもかなりの数が出回ってそうね。現行型エブリィは約2800台あって価格は19万円から、そしてハイゼットカーゴは約670台で価格は89万円からだったな。ハイゼットカーゴの現行型は登場してからまだ2年も経っていないから、中古車台数はエブリィと比べると圧倒的に少ないし、販売価格もだいぶ高いわね。ここまででエブリィとハイゼットカーゴのガチ比較をしてきたけど、最後にざっくりと要点を整理していくぜ。そうね。比較ポイントをできるだけ思い出せるように頑張るわ。まず荷室サイズでいくと、荷室幅以外はハイゼットカーゴの方が若干広く、横からの荷物積み込みならエブリィが有利、後ろからならハイゼットカーゴが有利だったな。また収納場所はエブリィが11箇所、ハイゼットカーゴが10箇所とほぼ互角だったぜ。走行性能での最大の違いとして、エブリィには NA モデルしかないことがあったよね。そして燃費はエブリィが良かったよね。その通りだ。最後に装備面でいくと、安全装備搭載数はエブリィが12、ハイゼットカーゴが13でほぼ互角、快適装備はハイゼットカーゴが充実していたな。トータルで考えるとハイゼットカーゴが勝っているような気がするわ。ああ、でもニーズは人それぞれだし、こだわるポイントも違うからどちらがいいっていう答えはないよな。もし視聴者さんの中にもエブリィとハイゼットカーゴ、どちらがいいのか迷っていたらこの動画を参考にしてくれたら嬉しいぜ。それじゃあ今回の動画はここまでだ。もしよかったら、みんなの熱い気持ちをコメントしてくれ。そして、この動画が面白いと思ったら高評価よろしく頼むぜ。みんなのコメントと、高評価のおかげで動画作成頑張れてます。これからもみんなが楽しめるような動画を投稿できるように頑張るので、チャンネル登録で応援していただけると、とても嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。